おとん類風力発電所は、北海道手塩群ノ延町にある集合型風力発電所。おとん類とは、アイヌ語で、浜にある道という意味がある。ホロノ延町の風力発電プロジェクトに基づき、2000年に第3セクター、ホロノ延町風力発電を設立し、試運転を経て2003年から本格稼働を始めている。なお、2014年に、 ホロノベ町は保有株式の一部を残して大半を JFE エンジニアリングに売却し、売却益をもとにエネルギー施策や地域振興を推進する事業に財源を当てるための基金、ホロノベ町エネルギー施策等振興基金を設立している。おとん類風力発電所は佐野別原野南部にあり、 北海道道106号は家内手潮線沿いの南北 3.1km にわたって28機の風車が立ち並んでいる。総出力は2万 1000kW あり、送電線によって約 17km 先にある北海道電力ホロノ延変電所へ電力を供給している。海側の沿道にはサロ別原野パーキングがあり、後天時には利リ尻リ山を眺めることができる。 オランダのラガウェイ製の風車を取り寄せており、1機、あたりの出力は7 5 0ット、ローターの直径は50.5メートル、高さは99メートルある。ありがとうございます。